こんばんは、今日中です。今日、私に起こった悲劇について語らせてください。お昼ご飯に、少し遅めの時間に、天丼の天屋に入った時のことです。僕が頼んだのは、キャンペーン中の、チャーシュー三兄弟丼。三枚のチャーシューや、 紅生姜店が乗った、そんな天丼でした。最初の一枚の円盤状のチャーシューを取り上げ、一口目を食べたとき、僕はこんな風に感じました。このチャーシュー、あんま味がねえな。しかし、次の瞬間悲劇は起こったんです。二口目をかじったその瞬間、これ、 目玉焼きの、黄身が全然固まってねえやつだ。そう気づいたのは、噛むと同時に、あっつあつの、あっつあつの黄身が、上方向にピュッと飛び散り、この鼻の、鼻と鼻の穴と鼻の穴の間に、ピュッヘッヘッと僕はなりました。あっつあつです。 ナプキンを取って拭き取りましたが、その2秒後には、ここのところの皮がもう、むけていたのです。食べ終わった後、近所の薬局に、久方ぶりに、オロナイナン何個を買いに走ったのは、言うまでもありません。皆さんはこんな風に思うのかもしれません。しょうもなと。 しかし私にとってこの悲劇はこう言葉にせざるを得ません僕にとってもしょうもな以上です、えー、過去最長の胸中部黙ってご覧いただきありがとうございました小林隆史からした